キーストンハワードシリーズレイ・ハワードは、高級懐中時計、桶時計、等時計を製造したアメリカの時計会社、及びそのブランドである。ボルサムの創業に参画したエドワード・ハワードが1842年に設立した。日本では札幌市時計台の機械を製造したメーカー、非常に高品質な懐中時計を作ったメーカー、 また、インターナショナルウォッチカンパニーの創業者、フロレンタイン・アリオスト・ジョーンズがスイスに渡る前に在籍していた会社として知られている。現在の商標保有者は、スウォッチグループである。キーストンに買収される前の製品は俗に、オールド・ハワードと呼ばれる。この時代の制度表記は独特であり、犬の刻印は無調整、馬の刻印は温度調整のみ、 鹿の刻印は6姿勢及び温度調整を表す。懐中時計のケースを作っていた、キーストンが1903年にハワードブランドで懐中時計を製造販売する権利を取得。これ以後の製品は俗に、キーストン・ハワードと呼ばれる。品質は十分に優秀だが、オールド・ハワードの決闘にあるとは言い難い。国内では、札幌時計台の時、打重推進式四面時計。 海外では、ハワイ州ホノルルにある、アロハタワーの胸時計が、ハワード社製で、現在においてもメンテナンスされ時を刻んでいる。懐中時計のケースを作っていた。ありがとうございます。